今回は人間関係で身を引いてしまう人っていうことでお話ししたいと思います。こういう人ができそうになった時に身を引いてしまうのは、優しくされたり好意を示してもらっても、いや自分に自信がないから、いやいや私なんてっていう、いや私のことを本当にそんなに思ってるはずがないから、なんか身を引いてしまうんですよね。このね、優しさとか好意を素直に受け入れられないんですよ。本当だったら優しくされたら、あ、なんか優しくされた、あ、嬉しいとかね、なんか好意を示してもらったら、あ、私のこと好きなんだなとかって、まあ、素直にですね、そう思えばいいんですね、普通だったら。素直に思っていいんだけど、やっぱりこれがあるから、それをなんか好きなはずがない、そんなわけない。そして身を引いてしまう。まあ、いやいやそんなことないでしょって、こういう傾向がある方いらっしゃいませんか。だから本当は相手が欲しいんですね。相手っていうのはこの友人とか恋愛のその対象が欲しいんですけど、ついつい身を引いてしまう。だからいつまでもうまくいかない。だってこれを受け入れられないからなんです。素直に。どうですか、私ですね、こういう傾向があるんですよ。なんか私ってすごくなんか万全というかね、なんかなのかさんすごいですねとかって言われるんですけど、いや私こういう傾向があるんです。でこれっていうのはやっぱりね、皆さんもそうだと思うんですけど、まあ子供の頃のね、まあいろんな経験ですよ。やっぱり親から愛されなかったってよくね言いますよね。親だったり、まあ友人関係で失敗したり、なんか傷つけられたことがあったりとかね、仲間外れにされたりとか、まああと恋愛でもそうですよ。もう振られっぱなしとかですね、うまくいかないそういう経験をしてるとかですね。とにかくこの子供の頃だけじゃなくて、で子供の頃はもう親とかね、いろいろあります。友人もそうですけど、大人になってからの、まあ友人関係だったり恋愛関係で、やっぱりこうね、自己否定とか自己卑下になっちゃう。そういう経験をずっとこうしているとですね、いやいやいやってなっちゃうんですよ。自分に自信がない。いや、私のことなんかそんなにね、好きなはずがない。そう思っちゃうんですね。で、そういう身を引くっていうことで人間関係があんまりうまくいかない。なんとなく、まあ付き合ってるけど、心底ね、まあ本当に心が通ってる感じがないぐらいのこの三角な感じですね。で、こういう人間関係がこういうふうになっちゃう人は、やっぱりそれが辛いとか思ってらっしゃるんですよ。なんか自分って孤独だなとかですね。で、寂しいなって。こうじゃないですか。やっぱりうまくいかない。ね、こういう感じだと、やっぱり一人っていう感じですよね。で、これが辛いとか孤独とか寂しいと問題なわけなんです。だって、こういう状況を、自分が感じてると、ね、メンタルがね、上がらないんですよ。そうすると、幸せな感じをね、得られない。幸せじゃなくなる。で、なんか、日々がね、もうなんか全然つまらなくなる。なんか生きてるって、ってね。こうなっちゃうわけなんですね。やっぱり辛い、孤独、寂しいと思ってると。で、私もさっきみたいな傾向があるって言いましたけど、私はですね、これがないんです。この辛い、孤独、寂しい、一人感がないんです。だから、全然私の場合は問題じゃないんですよ。だからメンタルも全然大丈夫。幸せだし、日々も楽しいし、まあ生きてるなーっていうね、そういう感じがね、私はあるんですよ。じゃあなんで私はこういう風に慣れてるのか。普通の人はこっち側ね、辛いとか苦しいとか、なんかうまくいかないな私の人生って言ってこういう問題になっちゃってるんですけど、私はですね、どうしてこう慣れてるかというと、受け入れてるからなんです。自分はこういう人間だっていうことなんです。あ、私ってなんか人間関係で身を引くんだなっていうことなんですよね。身を引く癖があるっていうことなんですよね。それをもう自覚してるんですよ。そしてさっき言ったね、この原因ですね。身を引く癖の原因はさっき言いましたよね。いろいろ子供時代のいろんなことだったり、大人になってからの、その今までの自分の人生が私をこういうふうにしてるんだなっていうことなんです。それをですね、認めてるっていうことなんですね。受け入れてる。あ、私はこういうね、癖があるんだなっていうことなんです。そしてそれをまず受け入れて、癖があると認めてですね。そしてその次に、いや、これで別にいい。で、これでいいと思うっていうことは受け入れてるんですよ。この私の人間関係はこういう感じだなって。ね、私はなんかこう身を引くね、そういうね、人間なんだなって。なんか心底相手のこのね、気持ち、ハートをですね、なんか本当にそのまんまですね、そのまんま、
ね、ああそうなんだありがとうっていうね、そういうふうにこう受け入れられてない人間なんだなっていうことなんです。それを受け入れてるっていうことなんです。そしてこれでいいと思ってるんです。でもですね、これでいいと思えない人ってね、いらっしゃると思うんですよね。やっぱり誰かとつながりたい、友人が欲しい、恋人が欲しい、ね、結婚もしたい、まあ、そういう方たちでやっぱりまだ受け取れない方たち、これでいいと思えないから、じゃあどうしたらいいんですかっていう方たちは、やっぱり少しずつその相手の気持ちをですね、受け取る練習をしていくっていうことなんです。でもですね、このね、相手の気持ち、このね、さっき言ったこのハート、相手から思われてる、本当は思われてるんだよって、本当は優しくねしてくれてるんだよ、それ本当なんだよって、このハートがですね、あってもそれを受け取れないから、もともとじゃあ受け取る練習をするって言っても、もともとがですね、これが信じられないんですよ、このハートが。いや、だって今まで愛されたことがないから、なんかひどい目にあったから、仲間外れにされたりね、もうなんかこう振られたり、結局自分は愛を今までもらった経験がない、この愛を手にしたことがない、本当に心底ありがたい、嬉しいね、私のことこんなに愛してくれてるんだっていうのがない、今までの経験で、っていうと、結局少しずつ受け取る練習って言っても信じられないわけなんです、その相手の思いが。だからついつい身を引いちゃって、いや私のことなんか好きじゃないんだろうどうせってね、いくらハートをもらってもっていうことだったから、そんなね、練習って言ってもなかなか難しいわけなんですね。で、この難しいっていうのは、結局ですね、やっぱりまた辛い目に遭いたくないんですよ。またね、ショックを受けたくない。だって今まで散々ね、愛をもらってなくて悲しいことばっかりだったから、誰かをじゃあまた信じた時に、また結局今までと同じような経験になって、結局振られちゃうんじゃないか、まあ、友達も離れちゃうんじゃないか、ね、誰かが私に優しくしてくれても結局また冷たくなるんじゃないか、あの時と同じになるんじゃないかと思っているから難しいわけなんです。これが怖いんですよ、あの時が、今までが、あの時と今までですね、今までこの人生いろんな経験して辛かった、あの時と同じような思いをしたくないから、で辛い目に遭いたくない、ショックを受けたくないから難しいんですよ。でもですね、自分がですね思ってるような人ばっかりじゃないんです、人間っていうのは。やっぱり本当にですね、思ってくれる人、本当に思ってくれる人、本当に優しくしてくれてる人っているんですよ。でもそれを自分がですね疑ってるんです。これ自分の中で疑ってるだけなんです。だって信じられないから。信じられないから、いくらハートをもらっても疑っちゃう。だから身を引いちゃうんですよね。で、今まで辛い目にあってショックをね、受けてきて、本当に孤独を感じて一人ぼっちで生きてきた人っていうのは、自分を大切にしてくれる人はいないと思ってやってるんですよね。根本がですね。本当はいるんですよ。いるんだけど、いろんなこういう目に遭ってきて孤独だったから、まあ、結局私のことなんか僕のことなんか本当に思ってくれてはいないんだろうっていうね、そう思っちゃってるんですよ。だから信じられなくて、こう難しくなっちゃうね、信じることが。でもですね、人間っていうのはそうやって自分が思っているような人ばっかりじゃないんです。もちろん冷たい人もいるんですよ。自分のことを好きじゃない人もいるんです。でも、ちゃんとこうやって自分を思ってくれる人も確かにいるんですよ。だから、この確かにいる人をね、大事にしないといけないんです。ずっとこういう人まで疑って信じられないって言ってると、この人を跳ねつけちゃうことになるんです。いや、もういらないんです。私は一人でいいんですって、本当は一人じゃ嫌なのに、いや、もう受け入れない、疑っちゃう。信じられない。だからこの本当に自分に愛をね、向けてくれてる人を疑って信じられないから、さっと身を引いちゃう。いやいや、私なんて、私のことなんて本当は思ってないんでしょう、みたいなね。そういうふうにするから結局ですね、また辛くなって、まあ、自分で自分にショックを与えてることになるんですよね。まあ、そういうことなんですけど、でも、私はですね、さっき言ったように、まあ、これでいいと私は思ってるんです。まあ、一人でいいと思ってる人間なんですね。でもこの一人が嫌だっていう方がやっぱり自分の中ですっごくね苦しんでるんです。一人が嫌なんだけど、じゃあ誰かが優しくしてくれて、このハートを向けてくれても、それを疑う、信じられないから、だから身を引いちゃう。ちょっと字がめちゃくちゃ汚くなってすいませんけどね、急いで書いちゃうんで。だからこういうふうに自分がですね、負のね態度を取っちゃうんですよ、相手に対して。そうすると、これをせっかく向けてくれた人も、もうこれをですね、もうね、
あ、もうこの人全然受け取らないんだなっていうことでなくしちゃうんです。この負で返しちゃうから、このハートをねくれた人が、いやもうじゃあもうあなたにはハートあげないわって、受け取ってくれないんだからって。だから受け取ってくれない人に対して人はですね、根気よくね、永遠とずっとハートをですね送り続けないんです。まあ恋愛とかだとね、時々はものすごく根気よくね与えてくれる人もいますよ。いやもう本当に君のこと愛してるんだよ、あなたのこと大好きなのって一生懸命一生懸命伝えようとしてくれる人がね、たまにいるかもしれませんけど、その人たちでさえですね、ずっとね、いやでもあなた本当なの、いやあなたのこと信じられない、いや私なんてって、こうやって自己否定とか自己卑下の塊で、負のことをこのね一生懸命与えてくれてる人に、これをですね、こうやってこっちはこれを負を与えちゃうと、もうそれもだんだんですねフェードアウトしちゃうってことなんですよ。さよならってなっちゃうんです。そうするとまた自分は一人になっちゃうんですよ。またというか、もともと自分をね自分で一人にしちゃってるわけなんですけどね。だから結局一人が嫌なんだったら、やっぱりこのハートを受け取る癖をつけるってことなんです。今まではね、いや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 っていうね、受け取らない癖をつけてたのを、これからは受け取る癖をつけていかないといけないんですよ。そうしないとこの負をずっと向けちゃってたら離れられちゃうんで、結局ずっとさよならされて一人になっちゃうから、一人が嫌なんだったらやっぱり受け取らないといけないって、このですねこれなんですよね。じゃあ誰かにねこのハートをねもらった時に、あ今回はじゃあちょっと受け取ってみますってね、ちょっと受け取ってみようかなって、頑張ろうってね、今まではできなかったけど頑張って、まあちょっとじゃあ、ありがとうございます。あ、本当ですかってね。あ、私のことをね、そうやって優しくしてくれてるんですね。私のことを思ってくれてるんですねって、ちょっとでもいいからまず受け取ってみるんですよ。でもですね、それでもしですよ、この人が、なんかこう、本気じゃなかったとかね。あ、なんか遊びだったんだ、みたいな。騙されたとかね。もしですよ、万が一これだったら、その時は人生勉強と思ってくださいってことなんです。人生勉強、人間観察、人間も勉強ですよね。観察しながら、この人ってどういう人だったんだろうか。でね、こういうふうに言う人っていうのは、結局あ本気じゃなかったんだ、遊びだったんだ、まあ、それをですね学べばいいだけなんです。学びなんですよ。これが経験なんですよ。この経験をですねとにかくですね重ねていくことなんです。でこの経験をですね重ねれば、だんだんですね少しずつでもですね分かってくるんです。ああ人ってこういう言葉を言う時ってあんまり本気じゃないんだなとか、でああこういう言葉の時はまあ本気っぽいなとかね、あ本気みたい、私のことを本当に優しくしてくれてるみたいとか、だからそういうふうに少しずつでも分かってくるんですよ。それをちゃんと受け取ってみればっていうことなんです。最初から跳ねつけちゃって、いやいや私なんてあなたのことはってこう疑ったりね、負の方で返してると、全然ですね、この分かるっていうことがないんですよ。いつまでも同じ状態なんです。いつまでも同じ自分だから、全く人間関係がですね、変わらないんですよ。いい方向に行かない。っていうといつまでも一人感、孤独感。あ、私って結局ダメなんだって。私って結局はあってもこのダメだって結局また負の考えになっちゃうから、もう延々と一人ですよね。もう自信なんて持てないから。だから少しずつでもっていうことに、ちょっとずつでも受け取ってみる、この練習をするってことなんです。練習をして、それでたまたまその人が本気じゃなかったとしても、それはいいんですよ。そこでですねいちいち傷つかなくていいんです。もう傷つかないでください。傷つくのが怖いんですよね。今までずっと傷つきたくなかった。だから受け取らなかったんですよ。その人の愛情とかをね、信じられなかった。もう傷つきたくないからなんです。でもですね、少しずつ傷ついてもいいんです。また、あ、この人もなんか遊びなんだなって。あ、この人なんかひどかったなって。でもそれも、あ、こういう人はもう今度から、こういう言葉を吐く人はもう、じゃあ今度からはもう信じない。それはですね、信じなくていいんです。それはもうちゃんと経験して、あ、学んで、あ、こういう言葉の時はダメなんだ。信じないようにしよう。まあ、そうやってだん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 ね、少しずつでも分かってくるんですよ。あ、こういう場合はダメなんだ。あ、こういう場合は信じてもいいんだっていうことなんです。それを経験を重ねていけばもう大丈夫になってくるんです。これはですねやっぱり一人が寂しいとかね、どうしてもやっぱり人間関係を築きたい、自分がね身を引いちゃうタイプだけど、でもそれでも誰かとつながりたい、幸せになりたい、その幸せっていうのは誰かとつながってですよ、
そういうふうになりたい人はこういうふうにしてみてくださいということなんです。私はですね、一人でも全然大丈夫で、誰か欲しいとか友達欲しいとか恋人欲しいと思ってない人間なので、だからこういうことは別にね、してないわけなんです。してないっていうか、誰かとね、もちろん出会ったらですよ、出会ったら出会ったでこういうことはしますよ。少しずつなんかこうね、あ、この言葉はどうなんだろうってね、こうね、人間観察をしたり、人生勉強としてね、経験は重ねますけど、でも私の場合はその一人っていうのがダメじゃないので、一人で全然大丈夫だから、だからこうやってね、苦しんでる方みたいな苦しみは私にはないわけなんです。でも苦しんでる方、やっぱり一人は嫌だ。誰かとつながりたいんです。私もね、ハートを受け取りたい。そして私も与えたい。これを相思相愛になりたい方はこういう練習をしていってくださいっていうことです。そして何があってもいちいち傷つかず、それも人生勉強だ、人間観察をしたんだ、学んだ、ね、少しずつ分かってきたからいいやと思ってくださいっていうことです。この傷つく癖をやめていかないと人生って良くならないんです。この傷つくっていうのは全部をですね、負に受け取ってるからなんです。この負っていうのは全部をマイナスに考えてる、ネガティブに考えてる。だってそういう人間関係の経験だって勉強と思えばいいんですよね。勉強した、ああ学んだってね、そして気づきをもらった。でこうやってですね、誰かね、人と自分がこうやって出会った時にね、傷つくっていうことじゃないんですよ。傷つくっていうのはもう全部をマイナスに考えちゃう、負に考えちゃう。この人と自分が関わっていろんなことがあった、それは勉強させてもらった、学べた、気づけたっていうことに転換してください。傷ついたんじゃないんですよ。傷ついたと思うからダメなんです。人生良くならないんです。傷ついたんじゃなくて、負じゃなくて、マイナスでもネガティブでもなくて、誰かとこうやって関わって自分が何かしらを経験したことは学び、勉強、気づきっていうことなんです。だからいいことなんです。全部負じゃない、いいこと、こういうふうなことができたんだ、人と関わって、そういうふうにね、転換してください。考え方を、そういうふうに考え方を転換するっていうことなんです。負じゃなくていいことだっていうことなんですよね。そういうふうに人生すべて考えれば全然ですね、OK なんです。全然悲しいとか辛いとか寂しいとかっていうことじゃなくなりますので。どうでしたでしょうか。今回もですね、本当にね、私もそうですよっていうことからお話をしてます。ね、普通ね、なんとかな人っていうとね、なんか私が人にばっかり言ってる感じですけど、いや、そのなんとかな人っていうのは私も含まれてるっていうことでね、このチャンネルは全部お話ししてますので、じゃあ私はどう生きてるか、じゃあ私はどう生きてるから楽なのか、幸せを感じられてるのかっていうのを、私のこともこうやってお話ししながら、皆さんの参考になっていただけたらなと思ってます。そういうことでね、動画をですね、一つ一つじっくり見ていただいて、ああこういうふうに考えればいいんだなって、じゃあこういうことをちょっとやってみようとかね、自分一人で考えてても生きててもなかなかうまくいかなかった、気づけてなかったことをですね、動画から何かしら気づいていただけたら嬉しいなと思ってます。そしてどうしてもね、具体性がね、欲しい方は悩み相談の方に来てください。じっくりね、一対一で私とお話しして、もういろいろ吐き出していただいて、そしてその一つ一つにこう具体的に私がですね、アドバイスをさせていただいてますので、もう本当にですね、楽になっていただきたいなと思ってやってますのでね、ぜひお申し込みの方お待ちしてます。概要欄に公式のね、 LINE があります。リンクの方が、そちらから来てみてください。そういうことでした。では今回もありがとうございました。